著民吉見は、中華民国の政治家、外交官、医者。国民党員として、国民政府に参加し、王朝名の副審の一人であった。後に、南京国民政府に参加し、王職を歴任した。原名は、名医。字は、茂行、次第部の家柄に生まれる。父の著吉田は、名医として評判があった。著民吉見は、最初、旧学を学んだが、後に、 英語や理数系の学問に親しんだ。1903年、日本へ留学し、日本大学で政治経済学を学ぶ。この時、革命思想に傾倒し、1906年、同郷の長子江とともに、フランスへ向かう、途中のシンガポールで、中国同盟会に加入した。フランスでは、後高志久志、林志祖、蔡玄梅らと共に、 中国印書局を創設している。新世紀月間、世界画法などの観光物を発行して革命思想の宣伝に努めた。1911年11月、著民ヨシは侵害革命により革命派が掌握した上海に戻る。この時、高校の紹介により、王朝明、陳壁君夫婦と知り合った。著は陳壁君の義妹である。 ちんしと結婚している。1912年4月、チョは、同盟会本部中上海機関部の総務長に就任した。しかし、間もなく総教人が国民党に改組すると、これに失望して、ベルギーに留学する。ブリュッセル自由大学で学んだ。その後、1915年に、遠征外打倒活動のため一時帰国した。間もなく、 欧州に戻り、フランスで、再現媒、王朝名ラと、花宝教育会を立ち上げ、中国人留学生の支援組織とした。1920年、後高市久市、李シソラとリオン中法大学を創設した。諸自身は、同年に、ストラスブール大学で医学を学ぶ。1924年、医学博士号を取得した。同年末に、著名ヨシミは帰国して、 尊文率いる中国国民党で教育工作に従事する。関東大学教授、同代理校長、関東医学委任長を歴任した。1926年1月、国民党第2回全国代表大会で中央候補執行委員に選出され、間もなく執行委員に昇格した。以後、王朝名の副審として、 統制活動に参加し、改祖派と目された。この年の北伐では、総司令部軍委長として、各省を回る。1928年、公衆衛生研究のため欧州に出張した。帰国後、国民衛生建設委員会委員長に、任ぜられている。1932年1月、紹介席と和解した尾が行政委員,委員長に、就任すると、著民吉美は、 行政院秘書長に任命された。さらに1934年には国民党新疆建設計画委員会主任委員も兼任している。しかし1935年11月に王が銃撃、負傷により辞任すると、著も辞任し、上海の中方国立工学委員長等に移動した。著民よしみ1937年に上海が 日本軍により陥落したが、著民義シは、中方国立工学院の事務にかかり、そのまま上海に泊まった。1939年5月、上海を秘密裏に訪問した王朝名の誘いに応じ、著も新日政府受立に動くことになった。同年8月、王が上海で国民党第6回全国代表大会を開催する。著は、 中央観察委員会常務委員、中央東部秘書長に選出された。1940年3月、南京国民政府が成立すると、著民義美は行政委員副委員長兼外交部部長に任命された。以後、日本との外交接触を主に担当する。同年12月に駐日大使となった。1941年10月、外交部長に復帰している。 その後も、外交事務を引き受け、後に、昭和天皇から君一等局実大受賞を授与、されている。南京国民政府では、特に、王朝明、陳碧君に近い派閥である、交換派の一員と目された。1944年11月に、王が死去すると、陳碧美博が、代理主席となった。しかし、陳碧美弘と著民義美は不仲で対立が激しく、 州復会の圧線が必要なほどであったとされる。1945年7月、関東省庁県保安司令、甲州水税主任に任命された。同年8月に、日本が敗北すると、著民吉見は、紹介席に対して従順な姿勢を取った。しかし、結局10月に、甲州で、省の命により逮捕されてしまう。百四十六年四月、 官官の罪により死刑を宣告され、同年8月23日、蘇州の監獄で処刑された。去年63。ありがとうございます。